どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。今回もまたこのちっちゃなウクレレでいろいろな曲に挑戦してみましょう。今回はですね、大人気米津玄師さんのレモンという曲をやってみようと思います。今ドラマの主題歌になっているようでですね、リクエストも大変いただいてるんですけど、コードは結構まあなんていうのが簡単なんですけど、やっぱ歌い回しとその吐くとかその言葉の乗せ方がすごくやっぱ独特のなんていうのかな、面白さというか、まあ難しくもあり面白くもあるというところなんで、その辺をね皆さん楽しんでいただければと思います。いつものように2バージョンやります。前半はですね、これ迷ったんですけど、前半はちゃんと初心者の方でもなるべくできるようにゆっくりシンプル簡単バージョンなんですけど、途中ちょっと展開するところがあって、そこだとねちょっとね普段出てこない難しいコードになっちゃうんで、後半のかっこいいバージョンではそこもやるんですけど、前半の超シンプル簡単バージョンは1番をずっといってサビまでいって、そこまでで一回ちょっと締めようと思います。でそこまでだったらですね、結構本当初心者の方、やり始めてすぐの方もできると思いますんで、はい。で間に解説をして、先ほど言ったんですけど、後半は結構かっこいいバージョン、途中のブリッジパートも入れて最後のサビの盛り上がるところまでやるということで、リズムをかっこよくね決めて2バージョンやりますからね、最後までご覧になってください。はい、ウクレレで大好きなミュージシャンの曲弾いて一緒に歌う、これ弾き語りっていうのがね、すぐできるのがウクレレの特徴でございまして、楽器の中ではかなり簡単な部分に入ってくると思いますよ。確か奥も深いですからね。で、ウクレレだったらですね、音楽苦手な方もどん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 今ウクレレで自分の好きな曲を歌う人が増えてますんで、どうしたらウクレレでできるか、今ご覧になっているガズレレ YouTube チャンネルでですね、この私が親切丁寧に分かりやすく教えておりますのでね、ぜひ始めてみてください。ウクレレさえ手に入れれば、私の YouTube はタダでいつでも見られるわけですから、どん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 上達してください。すでに今450曲以上の曲を YouTube にアップロードしておりまして、なるべく世の中の曲を簡単に、もうシンプルに簡単に落とし込んで、歌中心でね、やっていこうということでやっておりますんで、今ここにホームページのリンクがあるんですけど、そこの1の数字のとこからずっといきますと、持ち方からコードの使い方全部だんだん分かるようになってきます。いいですか、リンクありますよ、クリック。初心者レッスンはここというところをクリックしてください。クリックカシッ、いってらっしゃい。その下の方にクルクルしていただくとですね、今までにアップローチした曲が倉庫になって見て出てますんでね、一回見に行ってくださいね。それでは早速、レモン、米津玄師さんのレモンの超シンプル簡単バージョンの方からやってみます。2、3。夢ならばどれほど良かったでしょう、未だにあなたのことを夢に見る、忘れたものを取りに帰る、戻らない幸せがあることを最後にあなたが教えてくれた、言えずに隠してた暗い過去、あなたがいなきゃ永遠に暗いまま、きっともうこれ以上傷つくことなどありはしないと分かっている、あの日の悲しみさえ、あの日の苦しみさえ、その全てを愛してたあなたと共に、胸に残り離れない苦いレモンの匂い、闇までは帰れない、今でもあなたは私の光。はい、じゃじゃん。はい、初心者向け様のシンプル簡単バージョンやってみました。
はい、やっぱりあの歌の歌い回しというタイミングが入るタイミングとか言葉の切れるタイミングとかがですねすごい独特ですんで、その辺がまあ特徴である面白くもあり難しくもあるんですけど、コードだけ見るとですね思ったよりそんなに難易度は超高難度っていうわけではないですね。そこまでだと今のあのショートカットバージョンで1番やっただけなんですけど、一応このね全編やりたい方は私のおすすめはノートに全部書き出すんですよ。であのワンブロックに何があっても4回だから1、2、1、2、1、2、3、4、まあこの間で2個ずつ弾くってことですね。まあ上に歌詞が書いてあります。これ並々と点は言葉のリズム、例えばここだったら有名ならばなから Am 始まるっていうこのタイミングでコードのタイミングを測って拍手弾くタイミングをね、夢ならば、なから Am 始まりますよっていうメッセージです。参考までにこれ、メロディーラインとかね、はい、上の4行一時停止してメモってください。いいですかね。じゃあ次の、この辺かな。はい。今はね、ここまでやって終わったんですよ。ここで終わったんです。はい。今やったのがシンプルバージョン。まあ、ここからここまでの長さなんですけど、すごくこの中でももうすごいドラマ性があるなという感じがしまして、はい。で、ここまでの出てくるコードをね、解説しましょう。ですね、ここですね。C、Am、F、D、D7、G7、E7。はい。1、2、3、4、5、6、7個のコードでこれできちゃうんですけど、初めてね、私のこの動画見た人は、7個も覚えるのって思うかもしれませんけれど。安心してください。ガズレレではですね、はい、ご覧ください。ガズレレ必須コードというコードがありましてですね、今ご覧になっている YouTube を、ガズレレ YouTube をですね、一緒にやりたい、演奏しようと思った時に、最低限覚えておいた方がいい8個のコードっていうのがありましてですね、それを覚えてしまうと、ほぼね、ほぼ全部できちゃうというふうに、大げさに言うとそういうことになります。この8個のコードをどうしてもマスターしてほしい。で、この、今説明したこのコードはですね、全部その中に入ってるコードなんですよ。以前分かりやすく解説している動画をここにリンク貼っておきます。ガズレレ必須コード、ぜひゆっくりそこの動画を見ながらマスターしてください。そしたらこれ結構難易度は、あ、なるほど、そういう感じだ、覚えやすい、解説、いい解説です、自分で言っちゃうけれども、はい。例えば親戚だとか兄弟だとか、そういう人格でコードを覚えるのがね、裏技なんです。はい、ぜひご覧になってください。で、じゃあここからね、かっこいいバージョンの解説をします。まずここまでの流れとしては同じなんですけど、やっぱり16ビート主体の感じなんですよ。ちょっとね、言葉で説明するより雰囲気をね、デモ演奏で見てもらった方がいいと思うんですけど、ちゃんと16ビートうまく、取り入れたいなとも思うんで、ちょっと見ながらやってみてください。で、追加される、さっきも言ったんですけど、途中のブリッジパートのところがコードがちょっと普段出てこないコードの応酬なんで、ちょっとそこのコードを解説しましょう。ここですね。自分が思うよりっていうところがあるんですけど、ここがね、 F シャープマイナー、 D、E7A。 ここだけをちょっとね、展開してキーが変わるような、世界がガラッと変わるような演出なんで、今回はそのままそのキーの感じでいこうと思うんですけど、出てくるコード F シャープマイナーと A と D と G、 はい、これちょっと見てみましょう。 F シャープマイナーっていうのはね、これあんまり見慣れないなと思うけど、よく見てください。 G7 の形のまま段がずれただけなんです。解説しましょう。G7 っていうのは、こことこことこと、ここ押さえて、こう三角形ですよね。このまま、一段全部の指を、よっこいしょって乗っけたのが、F シャープマイナー。これは結構比較的覚えやすいと思います。G7 がこうでしょ ?F シャープマイナーこうですよね。はい。そうやって覚えると、簡単。はい。コードってこうやって覚えていくんですよ。難しく覚えちゃったら難しいでしょ?だから、なるべく簡単に。あとね、これ D ですね、D。D っていうのはね、まあ、結構いろんな押さえ方があるんですけど、私はもう最近はですね、こうやって押さえてます。押さえる場所はね、こことこことここの3つなんです。1弦押さえないです。私はもう最近こうやって押さえる場所。以前はこうやって押さえてたんですよ。こうやって1弦のところだけこう指をね、ぐにょっと曲げてこう、これは確かにね、ギター弾けて慣れてる方はこれでもいいんですけど、これを見てね、初心者の方がやっちゃうと、どうしても1弦のところに、プチって当たっちゃうんですよね、ここが。なんで、まあ、ウクレレの先生っぽく、この、最近はこっちに直してるんですよ、私も。はい。もちろん、これで綺麗になればいいと思うんですけどね。はい。まあまあ、これでいいと思います。D。あと、A もシンプルかな。A はですね、Am に1個足したって感じかな。これ。Am に1個足した。はい。こことここ、2個だけ。A もね、あんまり出てこないね。カズレレでは。はい。で、あれ、出てきそうで出てきんでって、G というコードね。これ、一回だけ出てくるんですよ、この曲の中に。G はよく見ると G7 の三角形の反対側がこっちにずれてる。こ
声。 G の解説いきます。ここと、ここと、ここ、こういうことですね。私はこういうふうに押さえて、これが多分おすすめですけど、押さえ方としては人差し指が一番上、中指が1弦、薬指が2弦ですね。あともう一個の押さえ方は制覇して4弦は押さえないですよ。ここの3つをこの人差し指で押さえて、中指でちょいとここの触れて、これ立てとかないと、こう下に傾いちゃうと1弦のここの腹が立っちゃうから、指立ててください。これね、こうではなくてこうです。こうではなくてこうね。はい。でこういうまあミスを考えると、今から覚える方はこの押さえ方の方が私はおすすめです。はい、このコードで、ブリッジパート、自分が思うより恋をして、こういうところのパートで、ここだけちょっとガラッと変わるっていう感じですね。で G で、でその後ですね、まあ動画でも書くんですけど、1弦の3-5ってちょっとメロディー雰囲気つけようかな。これガズレレオリジナルアレンジですけど、動画の中で確認してみてください。1弦の3と1弦の5を使ってちょっとタイミングを測ってサビに戻るという流れにやっております。それでは早速かっこいいバージョンやってみます。 1,2,3 夢ならばどれほど良かったでしょう、未だにあなたのことを夢に見る、忘れたものを取り迎えるように、古びた思い出の誇りを払う、戻らない幸せがあることを最後にあなたが教えてくれた、言えずに隠してた暗い、ことなどありはしないと分かっている、あの日の悲しみさえ、あの日の苦しみさえ、その全てを愛してたあなたと共に、胸に残り離れない苦いレモンの匂い、雨が降り止むまで濃いバージョンやってみました。途中のブリッジパートが入るだけでガラッと世界観が変わって、そこが結構ね長いんで、なんかふわーっとした感じでまたサビに戻るっていう、なんかすごくドラマティックな曲の展開だなと思いながら演奏してたんですけど、まあ難しいですね。やっぱり歌い回しもそうなんですけど、やっぱりリズム感とその言葉の言い回し、これはすごく、あとはメロディーラインもすごく難しいっていうか、なんていうのかな、12音階黒い鍵盤のところとかもすごい使ってるんで、半音進行が多かったりとかして、まあ好きな方はね、そんなことあんまり意識したことないと思うんですけど、とにかく歌がやっぱりかなりものにするの時間かかるかなと、私もちょっとね、
練習かなりしました。はい、すいません。はい。で、まあ、いろんな弾き方が出てきたと思うんですけど、最初の、一番最初の方の途中からのやつはガスペジオって、こういう弾き方。とか、途中は、こういうようなやつ。これはですね、今ここにリンクがあるんですけど、僕のあの、リズム、ウクレレでできるリズムいろいろっていう私のあのリンクをまとめたホームページの1ページなんで、そこでガズペジオとか16ビートとか、まあでも最初は8ビートがものにならないと16ビートはできないと思うんですけど、いろいろちょっとリズムがあるんで、そこで、ああ、こんなことできるんだなって、ちょっと初めての方はご覧になってください。はい。いやー、ほんと、レモン、米津玄師さん。皆さんこれ、ちょっと、夢中でやってみてくださいね。はい、ガズレレホームページ、ドーンご覧になってください。いろんな情報盛りだくさん。ホームページのリンクここに貼っておきます。いろんなもの売ってます。このガズカスタムクレレももちろん販売中。そしてこれですね。3月16日、とうとうガズレレ歌もボリューム3発売です。Amazon で今予約で第1位獲得中です。予約できますからね。全国の本屋さんでも注文いただければ多分購入可能でございますんで、ぜひぜひ皆さんよろしくお願いします。ドーン、ガズレレ全国ツアー行きます。2018年は全国あちこち行く予定です。皆さんの街にも行くかもしれません。もしかしたら来た場合はですね、私に会いに来てくださいね。はい、ぜひぜひみんなでワイワイやりましょう。はい、ハワイでね、ライオンコーヒーっていうコーヒー屋さんの、全国的に全世界で有名なコーヒー屋さんなんですけど、そこでですね、ガズレレイベントもやることになってます。3月21日です。ハワイホノルルですね。いろいろ盛りだくさんすぎてですね、もうホームページ一回見てくださいね。とにかく音楽でワイワイ楽しくやろう。これがガズレレのモットーでございます。皆さんも楽しんでやってください。あとはどんどん広めてくださいね。お友達に教えてあげてください。それでは今回のガズレレッスン、これで終わろうと思います。さようなら皆さん、バイバイ。